アニングスドラゴンボーカルギターのオルトさんです。今日はですね、うちの録音スタジオのルームツアーをしてみようと思います。出勤前にね、仕事をガガッとやって片付けて、ちょっとだけ時間ができたんでですね、ちょっとやってみたいと思います。うちの録音スタジオ、こんな風景になっております。6畳なんですが、物が入りまくって、本当に座ったらもう終わりみたいな。昨日のね、晩酌をしながら作業していたというのもありますね。早速やっていきたいと思います。はい、こちらはギター壁掛けしてるコーナーです。私ギター、持ってるギターですね。まあ、これと、ここにある、これと、あとですね、これ。お出かけ用のギター。私持ってるギターこれだけです。あんまり、まあ、持ってない方かなとは思うんですが、まず一つは、ダンエレクトロ 59DC。これですね、若い頃に使ってたメインギターで、韓国製ダンエレクトロ、2万円もしないんですけど、特徴はですね、ネックがもうこれダメになっちゃったんですよ。フレットが浮いてくるっていうか、ひどい作りで。なので、ネックはですね、変えてあります。ネックは59プロというシリーズがあって、そのネックになってるんで、これですね。普通のダンエレクトロ 59DC は、こう塗装済みになってるんですけど、僕のはメイプルという可愛い感じで気に入ってます。ですのでですね、プロ用のペグも普通のペグになってるっていうやつで気に入っております。はい。次ですね、これ。録音で主に使用してる、アストリアスのフラメンコギターです。はい、こちら行って。これもまた変なもんなんですけど、全部が映らないな。こいつは、ヤマハ、なんていうモデルかちょっとわかんないんですけど、セミヤコです。昔勤めてた音楽スタジオにゴミの状態で落ちてたんですよね。それをですね、拾って直したらいいなと思って、ちょっとお金かけていこうかなと思ったら、全然良くないので、ずる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 お金がかかっていき、気がついたら10万円以上の投資をしてしまったという、ハムバッカー付きのギターです。まあ、ハムバッカー付きって当たり前か。まあ、というかですね、ハムバッカーとアームが付いてるギターはうちにこれしかないので、主にですね、うちのアルバムで聴けるヘビーなギターはこいつで取られております。シングルコイルのパートはもうこれで。まあ、シングルコイルとハムバッカーっていうので分けて取ってます。もう一個。はい。これライブでよく使ってます。エピフォンの SST っていうんだっけ。ギブソン・チェット・アトキンスモデルっていうのがあるんですけど、そのチェット・アトキンスモデルの、エピフォンバージョンで、これも3万円しかしません。ステッカーでベタベタになってますけど、うん、気に入っております。正直、これインドネシア製なんですけど、正直、ギブソンより作りがいいですね。ちゃんとしてます。ギブソンは配線のトラブルが、多いんですけど、こいつは全くありません。ネックとかの作りも非常によろしくてですね。音は、まあ、ギブソンは繊細、エピフォンはロック、そんな感じでしょうか。まあ、ギター続くんでこっち行きましょうか。はい。こちらが、さっきディスりまくったギブソン、チェット・アトキンス CE というやつで、我が家で一番高いギターとなっております。うん。さっきのアストリアスのフラメンコはですね、15万ぐらいしかしないんですよ。あれですね、なんか、広島で、まあ、50万ぐらい用意して、一番いいやつを買うぞと思って行ったんですけど、一番いいやつが、いいなって思ったのがアストリアスの15万いや、もっと言うとヤマハの10万のフラメンコで十分だったんですよね。ちなみに私、芸能人格付けチェックですか、あれでですね、確実に安い方をいいと思ってしまう人です。はい、ここには、マーシャルアンプ1959ですね。昔はもうライブのために持ってってたんですけど、最近はですね、ツインギターでやってますんで、登場が少なくなってます。昔はですね、もちろんうちエレアコを突っ込んでたんですけど、これエレアコアンプとラインセレクターで切り替えで作ってました。これ非常に大好きな、もう人生になくてはならないアンプですね。はい、最近ですね、人が来ることが多くて、レコーディングでですね、このようにレコーディングの準備がされたまんまになってますけど、まあ、これ、愛用のアンプ、ピグノーズですね。まあ、ついこの間、ナイロンブラザーズさんのレコーディングで使いました。はい。まあ、これも、私ですね、プリボリュームっていうんですか、ディストーションを上げるための、あのボリュームがついてるのが、アンプが嫌いで、まあ、なんというか、まあ、要は、ワンボリュームアンプじゃないと、なんか嫌だっていう人なんですよね。なんか音が違うんですよね。まあ、そういうわけで、ピグノーズ、もう、ワンボリュームどころか、もう、トーンも何もないので、非常に気に入っております。トーンを変えたいときはですね、このカバンみたいになってるところを開けるとですね、ちょっとこう、低音が少なくなったりとかします。はい、私の大好きなウルトラマンガイア君がガッツポーズしてます。はい、ウルトラマンガイアはですね、私もうめちゃくちゃ好きっていう、はい、ここにおもちゃコーナーですね、この、ウルトラマンガイアに出てくるですね、シグ、ピースキャリーっていうね、これ全部ですね、実は戦闘機がこう入ってるんですよ。ボタンを押したら出てくるんですけど、ちょっとやってみようか。こうドーンドーン、あれ出ない。おお、出た。あれ、おお、出た。子供やね、ほんとね。わーい、おもちゃだ。ファイター SS。いや、こんなのスタジオツアーにいらんて。いや、これがね、こうやって飛行機なんですよ。こう、カジオリーダーのファイター SS。こうファイター SG ですね。ファイターEX、 難しい。これ主人公登場機ですね。いや正直ね、こういうのもね、音楽制作にいるんですよ。大人な状態で音楽って作れないんですよね。子供の自分がね、ちゃんと存在しないとですね、音楽できないということで。はい、これは、神戸で当たったペンギンくんです。岡本太郎の本があったりとかします。はい、ヘッドホンはもう普通です。ソニーの MDR-CD900ST。誰もが持ってる。これですね、もう何回も直して使ってます。今2台ありますけど、これいいですよ。何回も、業者がどんな小さいパーツでも売って並べせますんで。そしてこれがメインの、レコーダー VS1680。もうほぼほぼ30年前のモデルです。実は私これ何台か持ってまして、1台貸し出し中、あと VS880 っていうですね、8トラックのやつもあるんですけど、これ今ドラムの、テルさんに貸し出し中で、これでまあ向こうで取ってもらったデータをこっちに落とすみたいな感じでですね。制作してますが、今てるさんのところでだいぶ音源止まってますが大丈夫でしょうか。はい、まあ、これがですね、まず、まあ、このアンプ A100A っていうんですかね、ヤマハのアンプに入って、まあ相性がいいからかなと思って、この天文に鳴らしてますと。NS10M って今の人知らない？たまに見かけますけど、今でも。これですね、スピーカー飛ばすことが何回かあったんですけど、なんと、見かねた鹿児島は、チンバンジースタジオのね、大久保さんから、サラのスピーカーを送っていただきまして、こんなに、もう、現役バリバリで鳴るようになりました。ありがとうございます。向こうの棚にですね、あっちの段ボールにありますけど、あれ予備として、まだ、ツイーターやメインのスピーカーがあったりします。はい。はい、これ、スプレーアートで描いていただいたやつだったりしますと。はい。プラモデルとかもあります。はい。こういうのも遊び心が重要ということです。PA 関係に行ったんで、まあ、VS 関係の、行きますか。こっち。これ、まあ、ハードディスクですね。ハードディスクですね。こうやって、いつもこうやってもう、ポンって抜け替えれるようにしてますと。で、ここはですね、もう専用の CDR。CDR、どれかが生きてる。多分これが生きてる。すぐ死ぬんですよね。修理に出せるところもあったりもします。で、これが今よく使ってる、ハードディスク。外部ハードディスクですね。VS を今現役で使ってる方は絶対外部ハードディスク買った方がいいです。ヤフオクで3000円ぐらいで買えます。当然、スカジー SCSI 接続というやつなんでですね。まあ本当に切ない、昔の機材なんですけど、本当ね、もうなんか、こう、太古の文明の、滅びた文明の、で、なんとか生活しているという、ナウシカかっていう、もうナウシカかっていう音楽制作環境というですね、さらにこの太古の、やつ。カセット MTR。はい。このカセット MTR ですね、私よく使ってます。これまあ、普通にミキサーとしても使うんですけど、まあ、ドラム取ったりとかもしますね。4トラックなんで、4本で取って、それでですね、まあこれ、倍速とかになったり、スピードコントロールとかでできるんですよ。それで、まあ、要は、ドラムをこう、ドンパンとトパンって取ってるのを、ダンシックバーン、チックバーンとかいう感じでですね、こう、かっこいい感じになったりもします。テープコンプとかも期待してるんですけど、案外ですね、ハイファイなんですよね、カセットって。ハイファイって、ハイファイっていうのはなんていうか、音がいいっていうことなんですよ。あんまデジタルと音変わんねえなっていうところでですね、非常にがっかりもするんですけど、まあ、イコライザーとかもついてるしですね、もう、正直こいつはですね、簡易ミキサー&エフェクターとして使ってます。カセットね、これ、逆とかに入れたりするとですね、もう、逆再生とかもこう、もうカセット通ったの入れ替えるだけで逆再生にもなったりするんで、非常に楽しいです。はい。まあ、ここに、音響の MD とか、もう本当に音響ももうなくなりましたね。あと、グライコ。これはですね、まあ、このイコライザーを見ながら、波形を見てます。で、これ、こだわりは全くない CD デッキ、ですね。で、これが結構いいものなんですよ。これ、スタインバーグの、なんて言うんだ ?URRT4。これ何がいいかってね、なんで買ったかっていうと、ここ。わかりますかねこれ。こうニーブトランス。これ、ニーブトランスっていうのが入ってるんですよ。ここ上から見えるんですけど、これ、シミュレーターじゃなくて、ニーブトランス、本物が入ってるんですよ。つまり、ニーブってわかんない人のために言いますと、まあ、要は、ビートルズのアビーロードスタジオで伝説の卓みたいなやつがあって、まあ、その卓に入っているこのニーブ、が、シミュレーターじゃなくて、本物が4トラック入ってると。もうそんなん、もうニーブトランスなのか、もう押しっぱなしに決まってるんですけど、これがやりたいがために買いました。これですね、パソコンに入れるためのものなんですけど、その機能は一切使っておりません。私。単なるマイクプリアンプまあ、もし、というかもうエフェクターですよね。ニーブトランスを使いがたいがための、ニーブトランスエフェクターとして使っております。バカですかって話ですね。はい。一応ね、だからまあ、付属図でついてたキューベースとかも持ってるんですけど、全く使い方がわかりません。はい。もう、ナウシカだね。ナウシカ。もう、太古のね、こう、機材のオンパレード。はい。ピアノもね、あるにはあるんだけど、みたいな。まあ、これで録音することも、あるっちゃあります。まあ。ね。こう、なんというのか、くぐもった音がします。なんというのかな。セロニアス文句な。セロニアス文句的っていう感じですか。はい。もうあとはもうつまんないものしかないかな。まあ、マイクスタンドたくさんあります。最近安いよね。あ、奥になんかトランペット見えますね。あとは鍵盤ハーモニカ。私、鍵盤ハーモニカ結構録音で使ったりもしますね。ケーブル類とかがあって、まあ、そうですね。ここは。うん、一応これ、あれですか。ボックスの、一時期売られてたアコギ用アンプです。あとはパーカッション類ですね。これ、伊勢神宮で買った、お土産屋さんで買ったやつです。これめっちゃ音いいんですよ。伊勢神宮サウンドです。まあ、パーカッション類がこの辺にあったりもします。はい。あとはまあ、こんなところにも、エフェクター、チューブマイクプリアンプとかですね。謎のディストーション。何ですかこれ。たまに使います。めっちゃうるさい音がします。あとは、ルパー。これ今は使わないんですけど、マーシャルと、アコギアンプで、分けて使ってたラインセレクター。あとは、DS1。これ、もう大好きですね。あとは、もう、これ、シンセサイザーですね。これ、面白いですよ。結構、レコーディングに私使ったりしてます。あとは、ボリュームアンプとかあるんですけど、ボリュームアンプじゃない。ボリュームペダル。なぜか2台。なぜか2個ある。ここ、マイクです。ロード NT1。よいしょ。これですね、まあまあ暖かい音がするんですよ。メインでですね、オーディオテクニカを使ってるんですけど、オーディオテクニカはボーカルを録音するためにここに今出動中なんですが、こっちはわりかし、なんか鋭いというか、結構まあ、鋭い、なんかちゃんとした音がするんですけど、ロード NT1 はですね、こっちも太鼓のマイクですけど、非常に暖かい音がする。で、これが、バスドラ用オーディオテクニカですね、こっちも。D6 っていうんだっけ？オーディオテクニカ。D6 だっけ？なんだっけ？違う。D6 はオーディックスの方だ。オーディオテクニクが ATM25 って書いてある。ATM25 です。バスドラ用に買いました。そしてなぜかもう一本バスドラ用マイクが、私ギタリストなのにバスドラ用マイクを2本持ってるという ODXD6 ですね。これすごいスーパーローばっかり取れてクラブ的な感じになるんですよ。で結局バスドラを57と D6 で2本立てて取ったのが、前作というか今作か、世界の救い方の、ドラムサウンドとなっております。あとはまあこれがですね、私のキーボードです。これはすごいですよ。サンプラー搭載、そして波形コントロール可能。 すごくないですか。で一応シーケンサーもついてるという本格シンセサイザーでございます。ヤマハ VS880 ってやつですね。これ宝物です。バリバリ使ってます。結構うちで鍵盤サウンドを聴けるときはこういうのがいいです。高いシンセサイザーとか持っててもいいんですけど、まあどうせ誰か持ってるし、高いシンセサイザーって意外性ないんですよね。だからこういうキーボードを乱暴な音の音をですね、こういう風に、ピグノーズやマーシャルとか、あんなんで、鳴らしてマイキングしたりするとですね、非常になかなか面白いサウンドになっていいですよ。はい。よいしょ。拡声器とかもありますね。今度のレコーディングで使おうと思って買っちゃいました。これ。ここは、レコーディングの本とかいっぱいあります。はい。はい。これが、我が家のドラムです。リズムトラベラー初代です。これ初代をわざわざ用意して、このスタジオをですね、作った時に同時に買いました。全くこの辺は仕様は一緒なんですけど、ここはこれ割れシンバルもらってきて、11インチに切ってもらったんですよ。うわ、これ商売になるわと思って、割れシンバルを集めて切ってもらってヤフオクで売るぞとか思ったら、もう切るの結構大変やったみたいで、二度とやらんとかって言われて、もう、これが最初で最後の期待となります。これですね、上も切ってます。これ、オルトさんソロでですね、バスドラを踏みながら、というかドラムを踏みながら、福岡、広島、山口2箇所と4箇所回ったんですけど、その時にですね、ここがすごい長いとめっちゃ邪魔みたいな感じで切ってもらっちゃいました。はい。これも、弾き語りというか、ドラム踏み語りで回った時に手でパーンってやるためにですね、買ったスプラッシュ、なんて言うんですかね、これ。ハンドスプラッシュって言うんですかね。よくわかんないです。はい、これが愛用のドラムです。このドラムサウンドではですね、思えば、ここのスタジオを建てた時が、クワルテット・リプリーという前のバンドの、最初のアルバムを初めてここで作ったんですけど、そのドラムがこいつで撮ってます。いや、撮ってます。一曲だけね、音痴っていう、ボサノバ・デサフィナードのカバーを撮った時にこのドラムを使いましたですね。はい、私が叩いております、その時は。まあそんな感じで、ルームツアーこんなもんかね。言い残したことはないのか、俺。あ、そうそう。これはいつもの、お出かけセット、週1のスタジオに出かけるための、トルバドールっていうんですかね。これ8000円で買ったアンプです。エフェクターとかの紹介はまた別の動画でやったりしようかな。ちなみにですね、この部屋、このドアでね、音がね、止まんなかったんだよね。ハウスメーカーで建てるときに、これ、ね、二重扉だからいいのかなと思って、これだけでもハウスメーカー30万とかするんですよ。でもここでは音が止まんないんですよね。だから結局音が止まるって重いもので止まるみたいなんで、合板とかで鉛入れたりしてなんか自作でどっかの木工屋さんに作ってもらった方が重い扉作ってもらった方がいいかなって感じですよね。ちなみにこの、玄関のドアで音が止まります、わりかし。で、壁はこんな感じですね。実は60センチ厚あります。それが四方になってるわけですけど、要は60センチ厚というか、中が、ブロックが積んであるんですよ。で、ブロックがあって、空気層が十何センチの空気層でまたブロック。だからブロック、空気層、ブロックっていう構造になって、これが四方を囲んでますと。窓がないんですよ。窓がないからこの、換気扇、非常に重要です。そんな感じですかね。というわけで、本当に古い機材ばかりで、何の参考にも、ならないような、はい。我がスタジオを、ルームツアーしてみました。長々ありがとうございました。好評でしたらですね、他にもこういう、動画を投稿してみようと思いますんで、皆さん、動画見てよかったなと思われましたら、高評価、チャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いします。それでは、バイバーイ。